次に江田健二君。江田君。おはようございます。立憲民主党江田健二でございます。財務大臣西銀総裁よろしくお願い申し上げます。今日は私は為替や金融政策、さらには外為特会に、溜まっているこの含み益を、いかに国民の皆さんに還元をするかというテーマで、議論を進めたいと思っております。その前に今の円安ですね、この連休中、160円台に一時乗る、今朝ほどは今調べましたら154円台後半で推移しているということなのですが、円安、これ当然メリット、デメリットあるんですけど、大臣、今のこの円安、この国にとってメリット、デメリット、プラスマイナス、どう評価を判断されていますか。鈴木財務大臣。先生ご指摘のとおり、円安にはプラスの面とマイナスの面があるわけでありますが、今、我が国の大きな政策課題として、物価高騰への対応というものが極めて重要であります。したがいまして、円安がもたらす輸入物価のが高くなるということについて、懸念をしているところでございます。江田君。懸念はされていると。ざっくり言うと、プラス面はね、やっぱり輸出企業、ただ昨今はね、昔と違って海外生産比率も伸びておりますから、端的に言うとグローバル企業が一番、この円安のメリットを受けていると、一方では国民生活はね、今ご指摘のように物価上昇でですね、本当に生活が非常に困窮したような状態に置かれているということなので、私は基本的にはその国民生活をこの物価高から守る、円安から守るという立場でですね、議論を進めていきたいと思うんです。4月30日でしたか、一連の流れの中で神田財務官がですね、この過度な変動が投機によって発生すると、国民生活に悪影響を与えると、したがってしっかり対応しなければならないという、発言をされております。この認識の意味を説いたんですけれども、まずこの今回の円安の進展というのは、この過度な変動であり、かつそれが投機によってもたらされたと、おっしゃっておられるんですけれども、大臣もその認識に違いはございませんか。鈴木財務大臣。財務官と私は常に連絡を取り合って、認識を 共有しているところでありまして、財務官のそうした認識は私もそういう同様の認識を持っているということであります。江田君。今回の、行き過ぎた円安は投機によるものだということ、それからこれ念のためお聞きしますけどね、国民生活に悪影響を及ぼすと、この悪影響とはどういう意味ですか。鈴木財務大臣。日本はやはり食料にしてもエネルギーにしても体操をですね、海外市場に依存をしている、それからドル建てでの取引が占める割合が大きいということでありまして、円安によって輸入物品の価格が上がる、それが今課題となって国民の皆さんも非常に注目をしている価格高騰に影響を与えているという懸念、それを強く持っているということであります。江田君。私と完全に一致した認識でございます。岸田政権、社会説法で言うまでもなく、とにかく物価上昇を上回る賃金上昇を実現をするんだと、実質賃金、ずっとマイナスなんですけどね、この2年近く、これ今年中、半ばぐらいにはもう実質賃金もプラスにするんだというのが、岸田政権の最大重要課題だと、言い続けられておりますよね。そういう中で、この円安、160円を伺うような円安はね、これ、神田財務官もこうした実質賃金を上げていこうと しているときにですね、足かせになると、そうもおっしゃっておられるので、やはりこの水準というのはね、財務大臣、財務当局としても看過できないというふうにお考えになっているのではありませんか。
鈴木財務大臣。円安が物価高騰に大きく影響を与えるということには強い懸念を私も持っているところであります。ただその水準がですね、どの水準が適切なのか適切でないかということにつきましては、江田先生のご質問に答えておりますが、私の話していることも市場参加者もよく注目をしていることでありまして、そうした市場参加者の行動に対して影響を与えることにもなりかねませんので、水準につきましてはコメントは控えさせていただきたいと思います。江田君。看過できないとは言えないけれども強い懸念を持っていると。某シンクタンクの試算によればですね、この円安が170円を超えるとですね、今年中の実質賃金プラスはもう夢のまた夢になると。160円以内であればかろうじて今年中には実質賃金がプラスになるかもしれないというような試算も出していますのでね、おのずからやっぱり160円、大臣はね、コミットできないと思いますけれどね、そういうのが私は防衛ラインなのかなというふうに思っておりますが、いずれにせよ財務当局はもう強い懸念、今の円安水準に強い懸念を抱いているということは明確にされたと思います。さて、この連休中2度にわたって、1回目4月29日は 5.5 兆円、5月の2日未明ですね、いずれも薄商いのところを狙って為替介入するというのは常套手段だと思いますけれども、3兆円強合わせて9兆円程度の規模で2回為替介入をしたんではないかと言われておりますけれども、これについてはコメントできないということではございますが、もう一度その理由をちょっと説明をしていただけますか。鈴木財務大臣。直近 の、 円相場、ドル円相場の動きについてはコメント、特に介入したかどうかということについてはコメントはいたしませんが、先ほど申し上げたとおり私の発言については市場参加者も見ていると思います。これについて、このコメントいたしますと、私どもは為替の動向にこの強いこの思いを持って、注視をしているところでありまして、万全の対応を今後取っていくとこう言っているもので、今後の万全な対応を取るということに予断を与えかねない市場参加者に対して投機筋と言ってもいいかもしれません。そういうこともあると思いまして、コメントは控えさせていただいているところであります。以上。江田君。ところがですね、過去を見ると例えば22年9月22日の介入の場合はですね、その直後に発表されているわけですよ。ですから財務当局としてはね、コメントせずという場合と、あえてコメントして発表すると、介入を使い分けておられるんですけれども、その一般論としてね、どういう基準で使い分けておられるんですか。三村国際局長。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおりでございまして、一般論として為替介入の実施の有無につきましては、これは介入直後に公表することもあれば公表しないこともあるということでございます。どういう場合に公表するのかしないのかということでございますが、これはまさに先ほど大臣からもお話ございましたけれども、今後の対応ということも含めまして、介入の目的に照らしてその効果を高めるために、何が一番いいかと、公表するのとしないのと何が良いかというところを総合的に勘案をして、その時の状況に応じて判断ということでございます。ご指摘のとおり、22年9月22日に介入をいたしましたときは、これはその直後に発表いたしておりますけれども、この当時は当時の22年9月の介入が24年ぶりの円買いの介入であったと、こういったようなこともございまして、その当時の判断として、介入直後に発表したということでございます。他方、これもご承知のとおりでございますが、例えば翌月の10月の介入の場合には、その直後には公表を控えたということで、まさにその時々で大臣ともご相談いたしながらの判断をしているということでございます。江田君。市場と対話しながら、投機筋の動きも見ながら、そうは言っても莫大な為替の取引市場の中で少しでも介入効果を出そうという、総合的判断だと思うんですが、ちょっと聞き方を言うと、22年当時の24年ぶりの円買いドル売り介入ですか、
それは結果的には功を奏したというご評価ですか。であればいいんですよ。三村国際局長。ちょっと関しまして質問のご趣旨が理解できたかどうかあれでございますけれども、22年9月22日の介入につきましては、先ほど申し上げたように24年ぶりの介入ということで公表いたしまして、それからその月日時の、あるいは月時の公表というものもその後、随時やらせていただいたということでございます。10月の介入につきましては、直後は控えましたけれども、その後、月時、あるいは四半期ごとということで、これもそれぞれのタイミングで公表させていただいたところでございます。江田君、ある程度財務当局がですね、いろんな要素を勘案して総合的にやられることは私はそうだろうと思いますが、国民的に言うと、その結果しっかり介入効果が出せたと、その戦術が功を奏したということであればですね、よしということですが、そうやっていろんな内密に進めた結果も出なかったということであればですね、ちょっとどうかなと思ったのでご質問させていただきました。さて、この介入の、原資というかですね、これは神田財務官がですね、その22年秋の介入時にですね、こうおっしゃってるんですね。米国債売却を含め介入の原資は無限にあると発言をされています。で、今回の一連の流れの中でも、過度な変動は国民経済に悪影響を与えるとして、行き過ぎた動きにはあらゆる手段を排除せず適切な対応を取ると、おっしゃってるんですが、こうした神田財務官の米国債売却をもう厭わないと、その無限にあるんだというこのご発言について、財務大臣もご同意されますね。当然。鈴木財務大臣。ご指摘の財務官の発言でありますが、その発言は介入原資に制約があるとは特段認識しておらず、今後とも過度の変動に対し必要な対応を取り続けることができるという趣旨の発言であったと認識をいたしております。私も今後過度の変動に対し必要な対応を取る上で介入原資が制約になるとは特段認識をしていないところであります。江田君。ですから、やるやらないは別として、今外貨証券、体操を占める米国債も含めてですね、介入の手段というか原資については制限はないと、夢米国政府に忖度することもないということでよろしいですね。鈴木財務大臣。やはり行き過ぎた動きというものは、企業活動でありますとか、家計にも大変影響が及ぼすものになりますので、そうした行き過ぎた動きについては、それを慣らすという行為、これは必要に応じてやらなければならないんだと思います。私どもとして、しっかりと市場の動きを注視をして、そして、そうしたやるべきことをですね、適切な対応をしっかりと今後も取っていきたいと思います。江田君。だからそういうことはいいんですが、要は分かりました。米国債、も含めてね、売却も含めてあらゆる手段を講じると、その選択の余地はあるということで、やるやらないは別として、財務官もそうおっしゃってますし、財務大臣も同じ考えだというふうに理解をいたしました。うなずいておられるので、そうだと思います。で、ところで私素人なので、こういう介入の場合、一般論としてですね、外貨準備は、今のレートでは200兆円近くあるわけですが、いろんな種類の資産があるでしょう。そういう中でこういう時に介入するときには、どのお金を使うんですか。例えば内部留保、現預金、流動性の高いお金なのか、それとも今言ったような米国債、満期になる前の米国債も含めてね、どういうものを優先的に使っていくんですか、これ一般論として。三村国際局長。お答え申し上げます。大変申し訳ございませんけれども、実際に為替介入をやるとした場合に、私どもの持っております外貨準備高の中の資産の中で、何を売るのか売らないのかといった、こういった個別の取引のあり方についてお答え申し上げることは、これも市場に不足の影響を与える恐れもありますことから、お答えをさせていただきたいと存じますけれども、まさに外為特会の外貨資産全体、安全性、流動性に配慮しながら、将来の為替介入等に備えた資産として運用しているということに尽きるかと存じます。以上。平田君。
あの聞き方は変えますが、これにもう後から検証された事実なんですけれど、例えば22年の、秋の介入の時はですね、要は内部留保というか現金の額は介入によって減ってないんですよ。であればそれ以外のものを使ったということなので、まあ、考えられるのは外貨証券、特に米国債ですけれども、この時はもう終わった話ですから、 それぐらいお答えになっていいでしょう、ね、ディスクロージャーの観点から。三村国際局長。まさにご指摘になりました事実関係申し上げますと、22年9月10月の為替介入に関連しまして、その前後で、月次で私ども外貨準備高における預金の推移、ご指摘のとおり公表してございます。為替介入の前の22年8月末時点、これが約1361億1000万ドル、この現預金を持っておりました。これが9月の末、これが1回目の介入の後ということになりますけれども、その時点では8月末に比べまして200万ドルほど現預金増えまして、1361億1200万ドルほどの現預金になっている。それから10月末、これは2回目の10月の介入の後ということになりますけれども、10月末時点ではさらに9月末に比べまして9億ドル強、さらに現預金増えまして、22年10月末時点での預金、これは1370億1700万ドルであったということで、ご指摘のとおり8月末、9月末、10月末とその当時の外貨準備高における預金自体は増えていたというのが事実でございます。はい、枝君。ですから外貨証券を売って、まあ、米国債だと思いますけれども、その差益で増えたということですね、現預金が。それを証明しているじゃないですか、イエスかノーで。三村局長。繰り返しになります。その時点で具体的に何を売った売らないというようなことについては答えは差し替えますけれども、ご承知のとおり、当然この預金、さまざまな売り買いもありますれば、償還金でございますが利息等々もある、いろんなお金の出入りがある中での結果としての預金の残高になっているということでございます。江田君。残高じゃなくて、じゃあでもどっかで何かを使ってるわけだから、これはまあ明らかに外貨証券を売ったということですよね。うん、まあ、要は財務省にとってまあ、対外的に言うかどうかは別にして、まあ、都合のいいときには外貨証券も売るということがはっきりしたと、具体的には米国債も売るということですね、まあ、さっきの答弁も合わせて考えるとそういうことだと思います。ですから、だからこそ財務官はですね、もうとにかく介入の原資は無限にあると、まあ、おっしゃったんだということで、まあ、これは常識を持っている人間が今、答弁に行くとそういう理解だということをあえて確認していきたいと思います。さて、日銀総裁をお渡しました。まあ、今回 の160円までいった円高の、まあ、一つの大きな要因はですね、4月26日のまあ政策決定会合後のまあ総裁の会見でですね、基調的な物価上昇に今の円安は今のところ大きな影響はないと、まあ、おっしゃったのでですね、まあ、それでも市場が反応してですね、さらなる円安が進んだと。いう理解なんですけれども、総裁はそもそもそういうご認識はありますか。上田日本銀行総裁。私どもはその会見でも私申し上げましたように、足元の円安、これまでのところは基調的な物価上昇率に、大きな影響はなかったと見ていますが、今後は影響してくる、あるいは影響するリスクがあるというふうにも見ておりまして、それは両方、先ほどの記者会見でも申し上げたところでございます。江田君。まあ、そういう中で、昨日総理とお会いになったんですよね。それは総理からお呼びかけがあったんですか。上田日本銀行総裁。これは私ども総理との間では、まあ、定期的にというほど決まった感覚ではないですけれども、何ヶ月かに1回お会いして、その間の、経済物価、金融情勢について意見交換をするということをさせていただいております。で、昨日の件に関しましては、3月に私ども、大きな政策変更をいたしましたので、その後の情勢のチェックということで、どちらからともなく、昨日やろうということでお会いしまして意見交換をさせていただいたというところでございます。江田君。まあ、総裁、まあ、申し訳ない
まあ、意地悪い質問で申し訳ないですけどね、まあ、その結果、昨日は円安については、先ほどもちょっと触れられましたね、日銀の政策運営上、十分注視していくという、まあ、表現に変わったと、まあ、これは分離上読むと明らかにですね、26日の会見のですね、まあ、今の円安は基調的な物価上昇に今のところ大きな影響はないというラインから明らかにまあ修正をされたと、まあ、いうふうに私は受け取るんですが、そういうことでよろしいですか。上田日本銀行総裁。私どものスタンスは先ほど申し上げましたように、これまでのところはそんなに大きな影響はないけれど、基調的な物価というところに関してはですね、今後、影響があるかもしれないし、リスクについては注意深く見ていきたいということを申し上げ続けてきたところでございますが、それがうまく、市場等に伝わるように適切な情報発信、丁寧な情報発信に努めていきたいと思っております。江田君。まあ、もう少し、まあ、言い方を工夫されればよかったのかなと。結果的にもう市場は160円までいったのは総裁発言ですから、ね、それで、まあ、財務当局も為替介入に動いたという大きな、ね、インパクトを与える発言なので、いや、いいと思いますよ。だから昨日連携をしっかりアピールする政府とですね、首相と、それで、まあ、これからの円安はもうしっかり注視していくという発信をですね、やっぱりぜひ続けてやっていきたい、いただきたいなというふうに思います。さて、まあ、これ念のための確認ですけど、まあ、一部にですね、やっぱり日銀は金利を上げたくないんじゃないかと、ないならば、当座預金の不利ですね、まあ、金利が 0.1% 上昇すると、まあ、大体5000億兆の利払いになるんですよ、日銀ね。で、年間日銀の利益っていうのは、大体3兆円前後ですよね、毎年ね。そうするとこれ、0.1 で5000億兆になるとですね、これからどんどん金利上げていくとですね、いや、例えば 1% になると、何、5兆円で3兆円になっちゃうじゃないかと、そういう懸念もあって、日銀、なかなかヘジテートしてんじゃないかという、まあ、僕の見方じゃないんですけれども、見方あるんですけれども、それはいかがお考えですか。上田日本銀行総裁。私ども、あくまで金融政策運営は、物価の安定を、目標として行っておりまして、その政策運営が、私ども財務への配慮から、必要な遂行について妨げられるということはないというふうに思っております。はい、まあ、それははっきりしましたのでね、一部そういう懸念は全くないということで、純粋に政策判断というものは、諸般のいろんな経済データに基づいてやっているということですよね。だから結局どうなったら、じゃあ金利引き上げの環境が整うんですか。この前出した展望では、24年でコアコアですね、生鮮食品とエネルギーを抜くコアコアで 1.9、2.1 でしたかね、26年 2.1 というような展望されてますが、この流れでいくと、まあ、だんだん段階的に、まあ、金利を上げられる環境になっていくという、そういう理解でよろしいですか、総裁。上田日本銀行総裁。私ども の見通しは、今、委員がおっしゃったとおりでございますけれども、その 1.9、2.1 になる1年半後とか2年後を待って利上げをするということではなくて、そういうパス通りに基調的な物価が上がっていけば、それに応じて金融緩和の度合いを適宜調整していくというふうなつもりでおります。うん、はい、江田君。2% になっていきなり金利を上げるんじゃなくて、状況を見ながら徐々に上げていくこともありうると、こういうことでよろしいですね。うなずいておられるので、そうだと思います。まあ、そういう中でその 2% っていうね、まあ、従来からの、まあ、物価上昇、物価目標でしたっけ、インフレターゲット、まあ、今の物価上昇がコストプッシュなのか、それともディマンドプルなのかというのは大きな判断要素だと思いますが、今現状、今の物価上昇はコストプッシュ、それからディマンドプル、どのくらいの割合だと要因分析されていますか。上田日本銀行総裁。これは大変難しいご質問でありますけれども、コストプッシュ等の要因はどちらかというと財の方に大きく影響する要因、財の価格ですね、食料品等、
に影響するような要因かなと思っております。でこれを見ていきますと、これまで の, あの輸入物価の上昇を起点とする価格転嫁の影響、つまりあのコストプッシュ要因は減衰してきているというふうに考えております。一方であのその残りの部分、サービス価格の上昇等は徐々にあのいろいろな上下はありますけれども、強含んできておりまして、あのその部分、言い方を変えますと、賃金と物価の好循環に、起因する部分の割合は強まってきているというふうに見ております。まあ、前総裁の黒田さんはですね、まあ、たとえ名目的にこう 2% を超えたとしても、その中身がコストプッシュであればですね、あの持続的なあの物価上昇というかあの好循環を招かないので、あの金融政策は変更しないという立場だったんだと思うんですよ。だから今後ですね、この26年度は見通して 1.9、1.9、2.1 でこわこわ上がっていくとするとですね、その中での総裁のご判断として、やはりこの中でコストプッシュによる上昇なのか、それともディマンドプールなのか、その割合も含めてですね、一般論としてどういうご判断をされるんですか、その点について、 2% 達成かどうかについて。上田日本銀行総裁。私どもあの先ほどの、例えば26年度にコアコアの見通しが 2.1 になるという見通しは、大まかにはあの、先ほど申し上げました基調的な物価の上昇率が 2% 程度になる、あるいはそこに向けて上がっていくという、見通しに根ざしたものでございます。でそういう状態というのはあの一時的なコストプッシュで物価が上がっているのではなくて、もちろんあの賃金等が好循環で上がっていきますから、それはある種のコストプッシュでありますが、その部分と需要が上がっていく部分がバランスを取りながら 2% の物価上昇が持続可能な状態というふうに見ております。江田君。まあ、ちょっとよくわからない、まあ、要はディマンドプルが体操となって物価上昇していけばいいというご判断ですね。上田日本銀行総裁。今でもなく 2% の物価上昇を支えるような、総需要、需要サイドの、需要サイドの伸びがない、伴っていないといけないということではございます。江田君。総裁、ありがとうございました。もう退出していただいて結構でございます。上田総裁はどうぞご退出ください。さて、その、まあ、いわゆる外貨準備ですね、あのこの前、この財務委員会で私も聞きまして、あの147円レートベースで、今、189.7 兆円、まあ、今の150円や155円で計算すると、もう200兆円前後のですね、まあ、多額なというか、莫大な外貨準備をね、日本は保有してるんですけれど、財務大臣。なんでこんな莫大なあの外貨準備を保有していく必要があるんですか。鈴木財務大臣。あの日本の外貨準備高につきましては、あの変動相場制を採用する他の国々に対して比較的大きな規模を有していると認識をしております。しかしあの外貨準備の適正な規模そのものにつきましては、国際的に統一された見方があるわけではなく、市場に急激かつ過度な変動が生じた場合に自国通貨を買い支えるために十分な額の外貨資産を保有しておくことが必要と考えております。この点、近年の円の取引高で捉えた為替市場の規模の増加傾向や他国における過去の外貨準備の減少例などを鑑みますと、現在の我が国の外貨準備の額が課題であるとは考えていないところであります。江田君。全く合理性のない回答ですね。それは事務方からもよく聞いてるんですけどね。じゃあ聞き方変えますけどね、まあ、イエレン財務長官もこの一連の流れの中でね、要はね、変動相場制を取る国ではですね、為替レートというのは市場で決まるのが基本なんだと、為替介入は稀であると、も例外的に場合に限るんだと、これは G7 のコミットメントだとおっしゃってるんで、当然これ財務大臣も同意されますね、それは。鈴木財務大臣。
G7 の、まあ、今までの合意でございますが、為替政策に関しては為替レートは市場において決定されること、為替市場における行動に関して緊密に協議をすることに加えて、為替レートの過度な変動や無秩序な動きは経済及び金融の安定に対して悪影響を与えうるということが過去におきましても G7 で合意され、先月の G7 の会合でもそれを改めて確認をしたところであります。江田君。まあ、常識的に考えるとですね、為替介入が必要がある場合があることは私も認めますが、それは異例、まあ、例外的な稀な場合なんで、もしそれで外為特会のバランスシートが膨らんだ場合はですね、平時にですね、市場と対話しながら徐々にですね、それを売っていくと、反対売買で売っていくと、そうするとどんどんBS というかバランスシートを圧縮できるんで、それは普通なんですね。ですからドイツだってイギリスだって G7 諸国はね、みんな日本の4分の1、5分の1、カナダに至っては10分の1の額しか持ってないんですよ。変動相場制というのはそういうことなんですよ。固定相場制類似の国、例えば中国、まあ、2005年までドルペ固定相場制で、今ドルペグで管理変動相場制というんですか、こういう国は多額の金いりますけどね、もう極めて例外的な介入のためにね、200兆も持ってるところ自体が どんな平口こねても正当化できないんですよ。今言った取引規模がそのぐらいあるから、その1円単位対応で持っとかないかんなんてね、どっからその理屈が出てくるんだと、全く通用しない理屈ですからね、それは指摘しておきたいと思います。まあ、逆に言うとね、その多額な外貨準備を持ってるだけで為替変動リスクを背負ってるってことですから。現に今は円安だからね、多額の含み益が出てるからいいですよ。しかし昔は超円高で80円台70円台の時はね、これ40兆円も差し出たんですよ。実は私その当時ね、これイカサマファンドだと呼んだんですよ。これが投資ファンドだってね、顧客から預かった金を運用して40兆も差し出たらね、もう社長以下みんなクビですよ。そういう変動もあるんだから、介入で膨らんだバランスシートは平時に市場と対話しながら、あまり為替に影響しない形で徐々に売っていくというのは、これ常識なんですよ。それもはっきり申し上げておきますから、今の財務省がいかに変なことをやってるか、じゃあその背景にどこがあるんだということでね、これは財務省 OB のある方が指摘してるんですけど、やっぱり天下りがあるんじゃないかと。この200兆円の保管先ってありますよね。これ保管されてる相手誰ですか、この200兆円。民間 の金融機関だと思いますが。三村国際局長。お答え申し上げます。外貨建て資産の運用委託先あるいは保管先につきましては、これはそれぞれの会社の財務状況でございますとか、あるいは市場における取引実績等々、各社の実績あるいは能力を踏まえて選定するということでございますけれども、具体的な取引先がどこかということにつきましては、これは市場に不足の影響を与える恐れもございますことから、お答えを差し控えます。江田君。ですね、今天倉公表されてるんですが、これ保管料でですね、10億円近い保管手数料払ってるんですよ、国から。そのでこれね、保管ですからね、これ明らか信託銀行なんですよ。こういうイメージ出しません。信託銀行に信託してるわけ、そんな巨額の額はね、信託銀行しかありえないですよ、常識で考えてね。でこういうイメージあえて出せませんけれども、そこにこの5年間で7人も天下ってるじゃないですか。財務省資料もらいましたしね、7人も天下ってるんですよ。だからね、そういうことを勘ぐられないためにもね、こんなね、全く説明がつかない200兆円規模のね、外貨資産をね、とにかくさっき言ったように、順次この、バランスシートを圧縮していかないとだめなんですよ。そして為替変動リスクも減らしていくということです。この天下り、実際そういうふうになってるじゃないですかね、大臣。どう思われますか、これ。そう言われてもしょうがないですよ。鈴木財務大臣。先ほど国際局長から答弁をいたしましたが、運用委託先や保管先については実績、それから能力、それを踏まえて選定をしているところであります。そして民間企業の人事につきましては、それぞれの企業が企業自身の判断において必要と考える人材を採用していると承知をしておりまして、財務省としてコメントする立場にはありませんが、いずれにせよ財務省の退職者は国家公務員法に基づく再就職ルールにのっとりまして、適切に対応してきているものと考えております。以上。
江田君。まあ今日はあえて言いません。もうこれ見たらね、同一の信託銀行7人ですよ。うん、もうこう財務省の資料にはこういうイメージ書いてるんですが、あえてあの、個別の信託銀行を批判する趣旨じゃないんで言いませんけどね、これ明らかに10億円の手数料をバックに7人、この5年間で同一の信託銀行に甘くなっているということを指摘しておきたいと思います。まあ、とにかくね、常識に従ってね、バランスシートを圧縮してください、平時で、市場と対話しながら、赤字にあまり変動させないようなタイミングでやればいいんですよ。はい、それで、じゃあちょっとこの含み益の還元で、まあ、昨今、他の野党もいいだし、まあ、世界でもいろいろ言われてるんですけど、私はもう2011年に予算委員会で、この米国債を売れとは言いません。ただ、米国債も満期になって返ってくる償還金があるじゃないですか、その償還金を使えという提案をもうすでに2011年にやっておりますね。で、今回も同じように、今度は円安ですから。このわざわざ米国債の満期になって返ってるお金をですね、全額また米国債を買ってるんですよ、財務省は。なんでこんなことをやってるんですか、理由を説明してください。三村国際局長。先ほども答え申し上げました通り、具体的に満期を迎えたものについてどういう形で運用しているか、その詳細はお答えを差し控えますけれども、従来から申し上げております通り、将来の為替介入等に備えるための外貨資産であるという観点から、安全性、流動性に配慮しながら運用を行っているということでございます。江田君。そんなことじゃ国民投票に持ちませんよ。じゃあ聞かれ、今のね、200兆円規模、147円レートで200兆円規模にあるですね、機械的な計算で分かります、含み益はいくらですか。これはもう事務方から回答来てますから、局長、答えてください。三村国際局長。答え、大丈夫ですか。はい、大変失礼いたしました。外国為替評価損益、まず直近で公表しております数字は、これは昨年の公表いたしました数字でございますけれども、昨年3月末時点での含み益、為替評価損益は 19.5 兆円ということでございます。足元の数字というお尋ねかと存じますけれども、これなかなかその時々でポートフォリオだけで変わるのは難しいわけですが、仮に昨年3月末の外貨資産の外貨での金額のそのまま足元3月末のレートを当てはめますと、ざっくり試算をいたしまして、機械的に当てはめれば、48兆円ほどの含み益という計算でございます。もう5秒で済むんですから、ちゃんと答えて、200兆で48兆円の含み益があるということですね。それで私が指摘した償還金、これ、確か令和4年度は 21.5 兆円でしたが、足元の為替レートで計算すると、今、その償還金はどのくらい上ってますか。三村局長。お答え申し上げます。これも昨年11月に公表してございますけれども、令和4年の末時点での外為特会の外為資産の内訳というものを公表してございますが、その時点で満期別構成割合における満期1年以下の保有債権 21.5 兆円でございます。足元の数字につきましては申し訳ございません。そういう意味では1年以下の保有債権、昨年の令和4年度末時点の数字というものが直近の公表の数字でございます。じゃあ私が言いましょう。 21.5 兆円は130円レートで計算してますから、今の150円で引き直すとですね、まあ、大体30兆円前後なんですよ、今ね、今の償還金ですよ。でね、申し訳ないけどね、常識で考えてください。私はね、満期になる前の米国債売れと言ってんじゃない、いや、私は場合によっては売ってもいいと思う、さっきの議論でね。しかし、返ってきたお金をね、しかも差益が30兆、200兆で48兆円の含み益があるということは、30兆だと、どのくらいになりますか、もう6兆円前後の含み益が、この償還金を延滞するだけで出てくるんですよ、6兆円。しかもこの償還金というのはね、毎年20兆円、30兆円規模で戻ってくるんですよ、満期になって。だから大体5、6年はですね、毎年6兆円前後の含み益が還元されるということなんで、大臣ね、これね、岸田政権、このままいくとね、結局円安で、物価が上がってですよ、それで賃金がそれに追いつかない、最重要課題のですね、やはり実質賃金をプラスにしたいが、夢のまた夢になる、そういう中で一番苦しんでいる国民の皆さんにね、
この6兆円程度の要は差益をしっかり還元する、還元の仕方は一番いい方を考えればいいと思いますよ。今の防衛増税1兆円分をそれで帳消しする、子育ての、ね、負担金の1兆円の増、健康保険の値上げ分を帳消しにする、消費税を何パーセントか下げる、給付金を出す困っている人にいろんなやり方があると思いますから、そこは今日議論できませんけれども、これは為替介入じゃないんで、満期になったお金を主権国家としてどう使おうか、こちら勝手ですから、6兆円を還元するということを今日おっしゃっていただきたいと思います。鈴木財務大臣。大きな政策論の一つのアイデアといいますか、考え方として、先生のお考えはあるんだと思いますが、この外為特会ということにフォーカスしてお話をいたしますと、満期になった証券をその都度、少しずつ延展する場合であっても、外貨準備を取り崩すことは実質的に外貨売り円買いの為替介入そのものになってしまうと思います。為替介入は G7 等での国際的な合意において過度な変動や無秩序の動きへの対応のために行われることとされておりますので、この面から見ても外貨準備を取り崩すことは適当ではないと考えているところです。大臣、時間が経過しておりますのでおまとめください。全くね、ありえないですよ。そんなことを米国が文句言うわけないですよ、ね、でとにかくね、トランプさんがね、これ今の米ドル高は大惨事だって、輸出企業はそれはむちゃくちゃ影響を受けてね、失業者が増えるって、昔の日本を考えればその通りでしょう。アメリカにとったって今のドル高がいいわけじゃないんですよ。それからそもそもね、為替介入じゃないですよ。米国債を売るっていうんだ、満期が来る前の米国債を売るっていうならまだしもね、しかしこれ満期になったお金、日本のお金ですから、それをね、主権国家として使う、で今一番苦しんでいる国民の皆さんに使うって当たり前のことですから。でこれはね、岸田政権にとって悪い話じゃないんですよ。だってこれ最重要課題が夢のまたに夢になってしまうかもしれないような円安が進んでるわけで、そこに国民の皆さん、困っている国民の皆さんの生活のために当てるっていうのはね、ぜひね、私が野党の分際で言う話じゃないかもしれないけれども、それは岸田政権にとってもね、絶対検討すべき課題だと思いますよ。最後一言だけ。鈴木財務大臣、答弁簡潔にお願いします。外国為替、外為特会ですね、について言えば、そのようなことで慎重な対応が必要であると思います。また先生は別の観点から、大きな政策のアイデアとして述べられたと思います。それにつきましては、そのアイデアを私も聞かせていただきまして、私の頭の中でも整理をしなければならないのかもしれないと思います。江田君、いや本当時間が来ておりますので、はい、ありがとうございました。